10年ご愛用されている製品の CM ていうのは確かに本当、巡り巡って、ねはい、そうですね、いろいろ時代も変わったと思いますしいろいろ需要も増えたからっていうのもあると思うんですけどなんか本当にあのちょっとうるっとしましたね。 よろしくお願いいたしますどうぞ向井さんおかけください、はい、失礼します素敵ですね CM のお医者でしょうかそうですはい。CM、はい、の時のですやってますねさあいろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますが今回このブルーデオの新 CM にご出演することが決まってどんなお気持ちでしたか、はい、あのー、実はこの藤子さんという会社はあの個人的にはちょっと ご縁がありましてあのもう10年ほど前なんですけどある番組で、えーまあ、いろんな技術者とか技術とかいろんな人とか日本の、えー、技術を持っている方たちにスポットライトを当てるという番組のナレーションをやらせていただいたことがあってその時僕があのたまたま担当させていただいたのがこの技術を使った光触媒の,あの除菌の、えー、機械だったので,でそのご縁で実は。 その時の時機会をいただてててずっっと使ってましてもうだから10年ぐらい使っているのであのなんかこう個人的にそういう本当小さな縁だったんですけど、はい、それをそうやって覚えていてくださってで今回こういう CM に起用していただけるというのが僕ももともと使っていたというのもありますけど本当にそういう些細なきっかけであのこうやって起用していただいてすごくなんかあのほっこりというか、はい、あの覚えていて,てくださったんだなという思いと。 すすごく嬉しかったですいろんな普通に仕事が決まる以上に何かこう縁みたいなものを感じたので,で、ね、はいすすごく嬉しかったです、ね、10年ご愛用されてる製品の CM っていうのは確かに本当巡って、ねはい、そうですねまあいろいろ時代も変わったと思いますしいろいろ需要も増えたからっていうのもあると思うんですけどなんか本当にあにちょっとうるっとしましたね。空気清浄機とかけて向井さんが最近変えたい ご自身の空気と聞いたら<気>、はい、どんな空気でしょうかあのちょっと先ほどご挨拶、はい、させていただいたときに話しましたけど、今、舞台をやってまして、某劇団新幹線という、あの <laughs> とっても激しいそうです、ね、舞台ですね。劇団新幹線って検索すると、辛いって出てくるぐらい。<laughs> あの非常につらい演目をでいうのも何なんですどやってまして1日2回やるとちょっと人が倒れるんじゃないかっていうぐらいのなので、えー、その時の「マチネとそわれ」ていますけど昼公演と夜公演の間のあのどんよりとした楽屋の皆さんの空気は変えてみたいですねまたやるのかあれをっていうなるほどあれはちょっとこれだと,ちょっと変えられないかもしれないですけどなかなかあの。 すごい天気がいいのに曇りかなっていうぐらいちょっとどんよりする瞬間があの僕だけじゃなく皆さんあるのであの空気はなかなか味わえないですね。じゃあこう対面ぎをされていますけれども向井さんがじゃあ率先して変えていくしかない感じですか。いやもう僕はそういう体力がないというかまあ自分のことでいっぱいなのであの若い子たちにやってまあねいただいて。 ぜひ見に来てもらえればと別に宣伝してるわけじゃないですけどまあでもいろんなこう新鮮なこともそうですしあのベテランの方もいてとても楽しい雰囲気の中でやらせてい,ますやらせていただいていますけれどもなかなかつらい時間を過ごしてはいます。<laughs>